霊夢よ。今日は前回と違い良い知らせだ。あら、それは本当に良い知らせね。だからまだ何の知らせか言ってないのぜ。あら、ごめんなさい。私ってばほんと千学被災。前回思わず少し長くなってしまったので、初心に帰り今回は短くまとめるつもりだ。マジで朗報だったけん。オマーンはおそらく日本人には馴染みの薄い国だと思うが、近代には帝国を築くなど歴史もあり、民族構成も意外と複雑で、日本との関係も面白いものがあり、語りたいことは結構あるのだが、涙を飲んでがっつり省くところは省いて解説する。ごたくはいいんでさっさと終わらせてください。お願いします。お前はもうちょっと解説を楽しむ気持ちを持ってくれてもいいのぜ。あら、ごめんなさい。私ってばほんと千学被災。その表現は合ってるのかぜ？では行くぞ。隣のイエメンでは紀元前からいくつかの王国が存在したが、オマーンでは国と呼ばれるものはなかったようなので古代については語ることは少ない。イエメン解説動画で触れた入港という工業のことは覚えてるか？キリストさんの誕生祝いに贈られたやつよね。うむ。その入港の良質な産地がオマーンにあり、生産地や交易路跡などが入港の土地として世界遺産に登録されている。今でも一般にアラブでは香りの文化が発達しているが、オマーンのブランドアムアージュという香水は世界で一番高価な香水と言われる。それはちょっと興味あるわ。まあ全く手の出ない額でないものもあるので興味があれば手に入れてみるといいぜ。他の中東諸国と同じく7世紀にはイスラム教を受容するが、オマーンの主流の宗派はイバード派という。これまで出てきたワッハーブ派とかザイド派みたいにスンニ派かシーア派の一種？いや、実はスンニ派シーア派が成立する前から存在するのぜ。そんな宗派もあったのね。8世紀には早くもイバード派イマームによる政権が樹立している。それはすぐに崩壊するが、以降も断続的にイバード派政権が成立しているぜ。1507年、ポルトガルが現在の首都であるマスカットを占領する。マスカットって可愛い名前だろ？実は1970年までマスカットオマーンという国名でもあったのぜ。マスカットとオマーンなら私はオマーンの方が可愛いと思うわ。マスカットが可愛いという感覚は、そうね。端的に言ってその感覚自体がダサいと思うわ。は？1624年、内陸部でイバードハイマームがヤーリバ町を打ち立てる。1650年にはポルトガルからマスカットを奪還するぜ。その際戦利品として大型帆船を得たこともあり、オマーンは以降徐々に海洋国家として発展する。マスカット奪還後もポルトガルはこの海域の支配権を維持しようとしていたので長期間対立するぜ。17世紀末までにオマーンはザンジバルを中心に東アフリカを支配下に置く。ヤーリバ朝は1719年イマームスルターン2世の死去に伴う後継者争いで衰退する。ペルシアの侵略を受けるがソハールの知事をしていたアフマド・ブン・サイードがペルシアを退け名声を高め、1749年イマームに選ばれブン・サイード朝が発足する。そういえば前にイマームはイスラム教の指導者だとざっくりした説明してたけど、どうやって選ぶの？まあこの辺はそのうち改めて別に解説したいところでもあるが、イバード派のイマームの特徴としては、有力部族長などが出席する合議で決めるということがある。ヤーリバ朝のように実質的に世襲となっていた時期もあるようだがな。民主的といえば民主的と言えるのかしらね。さてブンサイード朝は1806年に即位したサイードブンスルターンの頃最盛期を迎える。サイドサイドとも呼ばれるぜ。ツッコミを入れたくなる名前ではあるわね。オマーン帝国の最盛期の勢力範囲はこんな感じだ。縦長ね。縦長だな。ブンサイード朝は内陸部で成立したと言ったが、中継貿易の中心となるマスカットに重点を置くようになる。さらにサイドサイドはザンジバルに遷都しそこからオマーンを統治するぜ。ザンジバルというのは今はタンザニアに属する諸島だ。ガノタがほっとけない名前ね。サイドサイドの死後、後継者争いでオマーンとザンジバルは分裂する。このザンジバルの王朝は1964年まで続くぜ。結構最近まであったのね。しかしアラブの国はいつも後継者争いしてる印象ね。まあ多いな。ザンジバルと分裂したオマーンは弱体化し1890年にはイギリスの保護領となる。ここまでテンプレ。湾岸諸国はサウジ以外はイギリスの保護領となっとるね。ところで海洋帝国として発展したブンサイド朝は、イマームの称号を使わず世俗的な称号サイド、後にはスルタンという称号を使うようになる。サイドビンスルターンがサイドサイドと呼ばれるのもこのためだな。この称号を使うようになったのはサイドサイドの父からのようだな。しかしイマームの伝統が絶えたわけではなかった。20世紀に入るとブンサイド朝に挑戦するようになる。それぞれオマーンスルタン国、オマーンイマーム国とも言われるぜ。分裂したってこと？分裂したというかもともとそういう要素は多かれ少なかれあったというべきかな。
両者とも一元的に国民を管理する制度を持たず、部族を基盤にした緩やかな統治だった。スルタン国は有力部族に金銭を与え味方につけ内陸部に間接的な影響力を行使した。イギリスが奴隷貿易や武器取引を禁じたことでそれらに従事していた多くの部族は経済的に困窮し、イギリスとの関係を強化するスルタンに敵意を抱くようになるぜ。これらがイマームの権威のもとに連合を形成しスルタンとイギリスに挑戦したのがイマーム国と言える。なんとなく分かったことにしておくわ。スルタン国とイマーム国の勢力範囲は大体こんな感じだぜ。どっちにも入ってない領域も結構あるわね。そこに関してはまた後で出てくるぜ。イギリスなしでは何もできなくなった歴代スルタンたちは政治への興味を失うようになり、自ら退位を申し出る者も出てくる。例えばタイムール・ビン・ファイサルは1932年に念願かなって退位した後、世界周遊の旅に出るぜ。政治しないでそんなことできるなら退位したい気持ちはわからないではないわね。1935年には来日し翌1936年には日本人女性と結婚しているぜ。わお、外国の偉い人と結婚したってのはデヴィ夫人みたいね。娘の不細な王女は今もオマーンで健在のようだ。次に即位した息子のサイード・ビン・タイムールはちょっとやる気を見せるぜ。石油開発でロイヤリティ収入を得たサイード・ビン・タイムールは、その資金を有力部族に配分し内陸部への影響力を強める。こうして勢いはスルタン国に傾いていった。その頃からオマーンで石油出てたの？いや、オマーンで石油が発見されるのは1962年になってからで、実際に生産されるようになるのは1967年からだ。支笏県のロイヤリティだけでもまあまあの収入になったんでしょうね。石油があるかもしれないってだけどお金もらえちゃうのね。支笏県を得たイギリス系の石油会社も内陸部に石油があると見ていたために、内陸部へ影響力を伸ばすのはイギリスとスルタン国の共通の利益だったのぜ。しかしここでイマーム国が反撃に出る。サウジアラビアの物的支援を得てスルタン国に挑戦する。ジェベルアフダル戦争、またはオマーン戦争とも言う。イマーム国とスルタン国の間には古くから多くの城塞があり、その一つバハラ城塞は世界遺産にも指定されている。スルタン国は攻略に苦しみ、要請を受けたイギリスは内陸部の主要都市を空爆する。この戦争は1954年から1959年まで続いた。アラブ民族主義が盛り上がっていた当時、この問題は戦争が終結した後も大引き、崩壊したイマーム国型の多くの国の支持を得る不思議状況になる。さて一方、さっき霊夢が言っていたスルタン国にもイマーム国にも属さない地域だが、ドファール地方といって、今まで解説してきた地域とはまた別の文化を持つ地域だった。オマーンの支配下に入ったのは19世紀後半だのぜ。1965年ドファール解放戦線という共産主義グループが結成され、ドファール地方の分離独立を目指しドファールの反乱が起こる。前回のイエメン解説動画で解説したように隣国のイエメンでは1967年に共産主義国家が成立してた。その南イエメンを通して共産主義陣営、特に中国から多くの支援を受けたぜ。この反乱は1976年まで続く。このようにオマーンは内戦の影響もあり、石油の発見も他の湾岸諸国から遅れ、サイード・ビン・タイムール国王の反動的政策も相まって発展が遅れていた。就任当初はやる気のあった彼らが結局イギリスに頼らざるを得ない状況に、それまでのスルタンと同じく政治への関心を失い、離宮へ引きこもるばかりだった。イギリスは1968年にスエズ運河島からの引き上げを表明していたが、共産主義拡大の脅威は明らかで、イギリスとオマーンのエリートたちは危機感を抱いていた。このような中で国王の息子カーブースのクーデターが準備される。1970年7月23日カーブースはクーデターを起こし父親のサイードを追放し国王に就任する。ここからオマーンの発展が始まる。1970年当時オマーンには学校が3校、舗装道路が10キロしかなかったと言われる。1967年に石油の生産が開始されたが、他の湾岸諸国と比べ生産量も埋蔵量も多くなくオイルマネーでウッハウハだったわけではない。しかし収入が大きく増えたことも確かで、その石油収入をインフラ整備などに使っていく。1976年にドファール解放戦線との戦いが終わって以降は内乱などもなく、簡単解説としては取り立てて取り上げるべき事柄はない。アラブの春も政権を脅かすほどのものにはならなかった。議会の権限の拡大や最低賃金の引き上げなど、デモ側の主張も一定程度認められた。個人的にちょっと不審なのは、1994年に200人ほどの逮捕者を出したと言われる。
ムスリム同胞団のクーデター未遂事件について言及してる本屋サイトがほとんど見られないことだ。また出たわね、ムスリム同胞団。あんた前にこのシリーズを見ていけばいろんな団体の名前を徐々に覚えていくだろうって言ってたけど、今のところムスリム同胞団しか覚えてないわ。まあ今後紛争の多い国の解説ではもっといろんなグループが進出することになるだろうぜ。カーブースの統治で有名なのはミート・ザ・ピープルと呼ばれる行事だ。年に一度国王自らが自動車を運転し、国内を回って国民と対話し、それを政治に反映させたのぜ。なんかパフォーマンス臭いわね。そういう面がないとは言えんだろうが、ある程度実際に機能してはいたようだぜ。時期によるが1ヶ月にわたることもあり、閣僚が同行して業務を行っていたようだ。やはりさすがに高齢になって2013年からは中止されている。カーブースの取った外交方針はよく言えば中央外交と言える。中東各種紛争に中立の姿勢を維持した。現在西側諸国及び湾岸諸国の多くはイランとの関係が悪いが、オマーンはイランとの良好な関係を維持している。かといって西側諸国との関係が悪いわけでもない。ちょっと謎なところではあるぜ。日本も似たようなとこはあるがな。さてでは少し一般情報を述べて解説を終わるぜ。人口は450万人ほど、資料により差があるが外国籍が 30-40% ほどを占める。また国籍を持つ者もザンジバルからの引き上げ者やイランやパキスタン系の者もおり、言語もアラビア語の広まる以前の言語や、スワヒリ語を使用する者など多様性に富む、多民族多言語国家と言える。隣のイエメンと比べて面積に比して随分人口が少ないわね。確かにな。イエメンは3000万人ほどだから随分違うもんだな。宗教は国籍保持者に関してはほぼ 100% イスラム教徒で、イバード派が 6-7割、スンニ派が 2-3割、シーア派が数パーセントだ。日本との関係はあまりないようでいて、途中で紹介したような興味深い話もある。またいつか紹介するかもしれないぜ。オマーンの政治はカーブースの個人的カリスマ性によるところが大きかったため、カーブース後がどうなるのかというのが心配されていた。2020年カーブースの崩御に伴い、ハイサム・ビン・ターリクが新国王に即位する。カーブースのカリスマに頼っていたオマーンが今後今までのような安定を続けられるかが注目されるな。というわけでおしまい。前回と比べて大して短くなっていないね。チャンネル登録して高評価を押してくれるとあなたにアッラーの恵みがあります。よくわからないけど、それって誰かから怒られないのかしら。あらごめんなさい。私ってばほんと戦学被災。